これもいいと思いますね。ハエ取りリボン、これを上にね、天井からぶら下げとけばね、ハエとかね、小さな小バエとか虫がね、こう結構捕まるんですよね。不思議なことよく取れるってことでね、100円でなかなか売ってないんでね、これいいと思いますね。結構これお得品です。ぜひね、これは2つついてますね。結構長いんでね、意外とね、70センチありますんで、リボンの、ね、サイズがね、確実に退治ということでね、これいいですよ。私も使ってますが、結構取れました、田舎でね。はい、うん、これもおすすめですね。3メートルのね、この巻き尺もついて、水平器もついてる、ストッパー付きのね、巻き尺です。これいいと思いますよ。これ私使ってるんですがね、こうまっすぐで測ってね、測れるんで、すごく便利ですね、これね。まあ、3メートルなんでね、まあ、幅が10ミリですか、12ミリですかね。この推進器付き、これはね、ヒット商品じゃないですかね。いろいろ使えますね、これね、ストッパー付きでね。これいいと思います。おすすめ品の100円ショップのおすすめ品ですね、これね。ちょっと買ってみてはいかがでしょうか。はい、じゃあこちらですね。プロテクションメガネ、これいいですよ。これね、飛散物対策にね、あと高い透明度を測ってるんで割れにくいんでね、ポリカーネット、ポリカーコ、まあ、割れにくいってことですね。これ私ね、たまに昔使ってました、工場の時にね。意外とね、これね、もう透明度もあってね、かっこいいんですよ、デザインもね。これいいですよね。飛んできたものがね、これ弾かれますから、目を守るのには最適だね、ですね、これね。これはおすすめです。はい、いきました。こちらですね、レスキューシートです。これね、緊急時ね、山とか行かれた方とかね、結構ね、危ないところに行かれた方ね、もし遭難とかあった時にね、これをシートをね、体でかぶればね、寒いところもね、暑いところも、まあ、身を守ってくれると思いますんでね、これ結構ね、山とか行く方はおすすめですね、これね、これいいと思います。レスキューシート、いやーこれすごいですね。100円でこんなものが売ってるっていうのは私知らなかったです。で、雨風もね、しのげるんでね、防水、暴風ね、高温、まあ、非常用にね、海や山などのね、レジャー用品にね、これはね、やっぱりいろいろね、アウトドア派の方はね、買っておくべきだと思います。おすすめです。うん、これもいいな。防犯、ね、透明ガラス用に、こう割れ物ね、こう割ったりそういうの時にね、泥棒が入った時に金槌でね、割れにくくなりますからね、ガラスが。これはいいと思います。おすすめですよ、これ。まあ中にね、入る時間がかかるんでね、それだけ防犯対策にもなりますから、これ100円です。長さがね、約40センチ ×25 センチですからね、まあ大きなガラスのね、開ける部分のところにね、こうやって貼るって感じでね、すれば結構いいと思います。こんな感じですね。そしたらね、防犯対策になるんじゃないでしょうか。いいですね。これそのまま水かけてね、こう貼れるんで、とてもいいと思います。こちらのお菓子ね、これおすすめです。100円でね、これ結構ね、特選お得用って感じでね、これいいね、美味しいんですよ。これいつもね、たまに私食べますけど、サラザ線ね、懐かしいですよね、こう昭和のね。これこんなにいっぱい入ってね、100円です。これはね、結構いいですよ。塩味で効いててね、とても美味しいです。まあ食べ過ぎにはお気をつけください。結構ね、これいいと思います。私結構好きでね、毎回買ってます。これ最高に美味しいです。何個入ってるんだかな、結構の量、こんな入ってますね。はい、ですね、キッチンバサミね、これ100円ですから、まあ包丁で切ってる場合じゃないですからね、こう手軽にね、こうやってカニとかね、こういうの硬いものを全部ね、切れるので手軽ですよね、ほんとね。ギザギザもついてるのでね、こうハサミになって、これは100円でね、ステンレス製ですから、ベーシックでとてもいいと思います。
これ私も1個持ってるんですけどね、非常に使いやすいです、ね、よかったら試してみてはいかがでしょうか。これいいですね、すごいですね。電池不要でね、まあ、あの地震の時とかね、あの台風とか地震などの災害時にね、停電にね、ちょっとねこれね、あの曲げるだけでね、軽く曲げるだけで光るんです。で大体ね10時間から12時間ぐらい持つみたいですよ。結構明るいみたいです。まあ、私もねこれ1個買いましたけどね、すごく災害時にはすごくいいと思います。ポキッと曲げるだけですからね、電池いらずなんで、これもね一ついいかなって感じですけど、よかったらいかがでしょうか。お得品ですね、万が一に備え。